はい、いつもご視聴の方ありがとうございます。あっぱれ釣り部の赤間です。今日もね、塩釜港、宮城県は塩釜港に今日はね、ハゼ釣りね、ちょっとやってみようと思ってやってまいりました。まあこの時期になりますとね、まあ9月にも入りましたのでね、やっぱ気になるのは防波堤釣りではハゼの方なんですけれどもね、まあお盆あたりからまあね、ハゼが釣り始めまして、だからまあ秋の彼岸あたりが一番のピークですかね、そのハゼをね、ちょっと調査しにやってまいりました。どのような釣りになるかね、楽しみくださいませ。はい、準備の方もね、出来上がりましたんで、早速ね、釣りを開始したいと思いますけどね、まあ、いつものね、探り釣りの方でね、やっていきたいと思います。あのブラーに、ね、青い染めをつけてやるわけなんですけれども、まあ、タックルもね、いつもと同じで6フィートぐらいのバスロッドに2500番のスピニングリールとね、前々回とかもね、いつもと同じ仕様で石持ちとかハゼとかでね、代用しているこのロッドがそうなんですけど、でやっております。それではね、釣っていきたいと思います。かなり暑いですね今日もね、毎日が30度超え、ちょっと水温の方がね、あまりにも高いということで、ちょっと活性の方はどうか分かりませんけれどもね、ちょっとやってみたいと思います。それではね、第一投の方行ってみます。外しましたね。今の当たりがあってちょっとね、針に乗りませんでした。タイミングが悪くて外れてしまいましたね。引き続き3投目です。2投目に1回当たりあったきり、当たりはなしということでね、まあ、引き続き釣り続けていきます。
ですね。はい、やりました。マハゼ君がね、4投目ですね、本日ね。4投目でヒットしました。あまりね、いいあの食べ方じゃないっていうかね、あの結構ね、シビアな食べ方、もぞもぞといったような、ね、感じであの連れてきました。まあ、リリースしときます。ヒットですね。はい、またまたでございます。まあ、15センチぐらいね、ありますね。まあ、そろそろ食べ頃のサイズになってきております。先ほどよりね、ちょっとポイントをね、移動してまいりました。っていうのは、あの映ってるかというと、作業船、入ってきましたね。そこ、ちょっと解放しましたんでね。解放したっていうか、どけましたんでね。ちょっとポイントを移動してまいりました。ほんのちょっとですけどね。で、今ヒットしたのは、ちょっと大きめの方。ですんでね、引き続き大きめの方をね、今日はね、探っていきたいと思います。まあ、このようなね、いろんなアクションを加えながらね、やってみてヒットした時は楽しいもんですよ。はい、ヒットですよ。はい、こんな感じでまた釣れましたね。同じぐらいですね、15、6センチってところです。またハゼゲットでございます。やっぱりね、潮がまだね、下げ潮から上げ潮になったばかりという、どちらかというと大きめの方でね、ヒットしてまいります。あー、来ましたけど、ちょっと外しましたね、今ね。ちょっと今バラシでございますね。まあ、手前の方で今ちょっとヒットしましたけれども、ちょっとかからずといったところでね、今まで大きめでちょっとヒットしてきてますんでね、これから潮上がってくると同時に際の方でもね、釣れてくると思います。はい、この探り釣りなんですけれどもね、私の場合はブラーで上げ下げしながら、ね、上下の動きで誘ってますけれど、時にはね、猫をじゃらすような感じでね、やってみてもいいと思います。それからあまりね、餌を止めすぎ、そのままポイントに置きすぎると、やっぱシャコカニがね、結構触ってきますんでね、適度なタイミングでね、餌を動かした方がいいと思います。餌をこう置きっぱなしにしますと、すぐにね、シャコとかが食いついてきますんでね、すぐ餌やられてしまいます。ちょっと今横風に煽られながらやってますんで、ちょっとね、当たりの方が取りづらいんで、キャストしてもちょっと、ね、
ね、誘いの方がうまくねできなかったりしています。ちょっとあの横風はね大変でございます。今触りましたね。触ってます。あ、これ車庫かな。離しましたね。よし、乗りました。魚でした。はい、ナイスハゼ。17、8ってどうですか。10センチ後半ぐらいのね、ハゼでございます。海水温がね、高いせいか、活性の方はね、あの、ヒットの仕方がちょっと違う。あの、食べ方が。いつものね、あの、ハゼだとガツン。あの、餌に食いついたらすぐあの、持ち帰るような感じでね、ヒットしますけれど。今日のはね、その場にいてパクパクっていった感じでね、なかなかね、あの、張りがかりしないような。ちょっと活性の低い食べ方、ね、でもあまたなかなか乗らないですね今日のはね。でもあの食べてはきます。これあのもう一潮あればねちょっとあのヒットの具合が違うんでしょうけど、なかなかねあのシビアな食べ方で針になかなか乗りません。誘いもちょっと小さめにね誘ってみて今日やってますけど、餌やられたかな、ね、餌交換します。これも15センチぐらいね、15センチぐらいのハゼでございます。ちょっとね暑いんで休憩します。はい、10分間ぐらいねクーリングタイムしながらね再びまたやっていきたいと思います。早速今触ってきました。まあ、あのフグの可能性もねあるわけですけれど、ちょっと針に乗らないからねフグっぽいような、ね、感じもしますけど、
ぱりね餌の方がやられてました。はい、ヒットです。はい、ちょっと小ぶりですね。10センチそこそこっていうところです。ちょっとね、風向きが変わってね、いい感じになってきましたね。背中から吹いてくるようになりましたもんね。ちょっと当たりも取りやすくね、キャストもしやすくなってます。はい、ヒットです。おお、これもなかなかね、いいサイズ、10センチ後半台、20センチはないかな、17、18つどこですか。はい、またまたね、ハーゼ君でございます。今のはね、結構いい当たりでした。また15、6センチってところですか。10ね、ハゼでございます。ちょっと作業船のね、音が気になりますね。はい、ヒットですよ。ちょっと小さめでしたね。12、3っていうところですか。また風向きがね、変わってまいりました。これまた横風でちょっと釣りづらいというね、感じでございます。鮮度のね、悪くなった餌はすぐにね、交換した方がね、いい釣果に巡り合いますからね。はい、ヒットです。16、7つとこですか。サイズがね、ハゼくんが上がりました。はい、今日はね、ちょっと自分もかなり暑くてね、参ってきてるんで、今日はね
この辺で終わりにしたいと思います。はい、今日のハゼ釣りの釣果です。まあリリースがね、まあ1匹ほどありまして、この中にね今12匹、まあまあまあのペースでね今日は釣れました。まあ塩釜港のハゼもねなかなか今まあ9月に入りましたね、そろそろいい季節になってきてるかなと。あと水温がねもう少し下がればね、まだまだね活性が上がると思います。はい、というわけでね塩釜港のハゼ釣り、まあハゼ調査なんですけれどもね、まあ、この通りね2時間のね釣りになりました。それでですねハゼが13匹ですか、1匹リリース含めましてね13匹、まあまあのね結果だと思います。まあ、もう少し涼しくなればね、私ももっと数釣りしたいんでね、ゆっくりとね、釣りしたいんですけど、今日もやっぱりね、30度前ということでね、32、3度ありますからね、これね。今日ちょっと2時間ぐらいでやっぱ限界でございます。あまりね、無理してもしょうがないんでね、まあ、一応ハゼ、この通りね、活性上がってきてます。塩釜港にね、来て釣られると良いと思います。ということで、本日の撮影は終わりにしたいと思います。どうもご視聴の方ありがとうございます。それからねチャンネル登録結構ね増えております、おかげさまでねありがとうございます。とグッドボタンね忘れずにね一つ押してもらえればありがたいと思います。以上で終わりにしたいと思います。